全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズミッドサマー台風 8.15 後楽園大会の模様をお送りしていきます。本日のゲストは全日本女子プロレス企画広報部長のロッシー小川さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日の見どころというのは、今日はフジテレビタグトーナメントのミッドサマーの決勝戦というのがありますが。そうですね、やっぱりそれ以上にメインイベントの紙切りマッチですか。はい、やっぱりこれのですね、開催に関しては、マスコミ、ファン、それから社内でも賛否両論あったと思うんですよ。賛否両論、また山田選手は2試合連続ということで、だからその結論をね、2人が明確に出してくれると思います。はい、なるほど。じゃあ今日は熱戦が期待ですので、はい、皆様のお相手は私斉藤文子を務めさせていただきます。それでは熱戦の模様をどうぞ。第1試合は20分1本のタッグマッチです。まずは赤コーナー長谷川千佳子選手、さて今日はどんな戦い方をしてくれますか。相手が同期と先輩なので負けないように頑張ります。はい、頑張ってください。そして全日本ジュニアチャンピオンの玉田理恵選手、トリスから取ったんですよね。今日はそのトリスが相手にいます。トリスの方もベルトを取られたのもありまして、今日もすごい来ると思うんですけれども、自分の方も負けないように一生懸命頑張りたいと思います。はい、両選手とも頑張ってください。そして青コーナーです。まず沼田選手、最近メキメキ実力つけてきましたけれども、今日の試合は。今日は相手2人後輩なんで、とにかく勝ちたいと思います。頑張って。はい、はい、そしてトリス明美選手、今日はどうですか。玉田にベルトも取られたんで絶対今日は勝ちます。はい、両選手とも頑張ってください。本日の1本目ですね。第1試合、玉田理恵、長谷川千佳子対沼田さやみ、トリス明美という一戦なんですが、沼田選手とトリス選手の場合はどっちかというと重量級って言っていいですよね。そうですね、この4人の中ではそうなんですけど、この4人はまあ全日本女子プロレスの前座最前線というか、もうほとんど毎日やってるわけなんですよ。ああ、前座最前線、はい、なるほど。その中であれですか、やっぱり頭一つ飛び出しているというのは、まあ、今玉田がですね、先日 の、はい、岡崎大会で一応トリスからジュニアの王座を取りましてね、はい、まあ、その中ではちょっと抜きに出たかなっていうところなんですよ。あ、なるほど、はい、体はちっちゃいですけどね、はいはい、玉田選手と長谷川選手細いなって感じがしますね今日。そうですね、沼田トリスとね当たってしまうと、うん、やっぱり体ができてないっていうのはちょっとやっぱりプロとしてまだねっていう感じですか。やっぱりあと後楽園ホールっていう舞台は、はい、まあ、全プロレス団体にとってやっぱりメッカである聖地であるってことですから、そうですね、また見てる観客も一番目が肥えているというかシビアというか。そうなんですよ、だからまあここに出るっていうことでもう本当に頑張ってもらいたいと思うんですよ。なるほど、はい、玉田選手のこの体が小さいながらのこの天性の素質っていうんですかを高く評価する専門家筋というんですか、はいはい、非常に多いわけなんですが。そうですね、やっぱりプロレスは体の大きさの大小じゃないんで、とにかくどれだけスピリット持ってるかなんで。スピリットですね、はい、玉田選手なんか非常にバネはすごいものを持ってますね。そうですね、ジュニアの時もですね、ドロップキックの連発からミサイルキックを2発やりまして、それでフィニッシュを取ってるわけなんですよ。なるほど、ドロップキックなんかその場飛びドロップキックですよね、はいはい、で相手の顔のあたりまで足がいってますから、はい、ジャンプ力というと人の背ぐらい飛んじゃうんじゃないかなという、ね、そうですね、で、まあ、今はがむしゃらでいいんですけども、やっぱりもっと上を目指すとしたらやっぱ体重をつけていかないとやっぱり。そうですね、ちょっと細いですよね、はい、今ね動きハードなんで、はいはい、ついていかれないと思うんですよ。また身長がない分どっかでこの違うアクセントをつけるっていうんでしょうか、はいはいはい、長谷川選手の場合はどうでしょう。長谷川やっぱりもっと技をねピシッとやってもらわないと、なんだか蹴ってんだかなんだか分かんないですよね。あ、ピシッ、あ、今のボディアタックって言いますか、はいはい、うん、やっぱり後楽園は本当にファンが本当にシビアだから、目が超えてますからね、やっぱりはっきり言って今のところ出る資格がないっていうような選手じゃないかと思うんですよ。なるほど、うん、要するに技術がまだまだ全然未熟だということですね、うん、やっぱりここは練習の場じゃないんで、はい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 、やっぱり完璧な状態で出ないとやっぱりねファンがあったら納得しないじゃないですか。そうですね、厳しいですけどね、はいはい、ただ今日はもうおかげさまで札止めということで、はい、今日割とあれですよね、全日本女子プロレス日曜日の後楽園というのはもう定番になっていますけれども、なかなか日曜日のお昼ちょうどにこの観客席に座るというのはみんなも割と早起きしてくるっていうことですから。そうですね、まあ、我々スタッフも出足が悪い場合もありますからね、はい、
でも今日はなんかもう最初から埋まってますからね、やっぱりお盆ですし、夏休みですからね、はい、だから以前はゴールデンウィークとかお盆っていうのはやっぱ興行っていうのは避けてたんですよ。昔はニッパチと言って興行の、言葉がありましたね、はい、ただもう今は結局ゴールデンウィークでも夏休みでもプロレスを見に行くことがバケーションになってしまったと。なるほど。いや地方からもう、夏休みを利用してね、この他団体も含めて、はい、柔軟連戦ですが、はい、東京地区だけでこれを全部見て帰ろうという、またアメリカからこれだけミニプロレスを観戦しに今週来てるファンの方もいますしね、はい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 、やっぱりそれだけ全日本女子も注目されているし、日本のプロレス全体も注目されているところですか。そうですね。いやレベルの高さ、女子プロということに関して言えばこれ世界のトップレベルといいますか、アメリカもヨーロッパも含めて女子専門の団体でこれだけなんていうの規模のスケールの団体というのはちょっとないんですよね、全世界でも。そうですね、はい、ですからアメリカ人の選手もプロレスを目指すものは結局日本に来てこのリングに上がるというね、だんだんこれが、はい、なんていうんでしょうね、そういうなんていうの一つのシステムが中から出来上がってたんでしょう、うん、選手の中から。だから別に日本がいい、アメリカがいい、どこがいいっていうんじゃなくて、もうお互いのいいところをね吸収し合って、そうですね、もっとやった方がいいと思うんですよ、はい、今リング上は沼田選手と、はい、先ほど話題になった玉田選手なんですけど、はい、沼田選手なんかはなかなか体のバランスは取れている選手だと思うんですが。そうなんですけどね、ええ、なんかちょっと分かりにくいですよね。分かりにくいとはなんていうのかな、なんか正統派でいくのかヒールっぽくいくのかっていう、なんかまあ、まだ新人だから、まあそういう段階じゃないのかもしれないですけど、本人が決め上げてるってことですか。っていうか自分自身で何が自分の長所で自分の欠点が何であるのかというのよく分かってない。そうですね。あと今のトリス のタックルとか、まあなんか何やってるんだか分かんないですよね。でもこれはやっぱり2年目ですしね、うん、それ言ってられませんか。いや、 やっぱり伝わるものはあんまりないですよ、今のタックルでね。もっとガンガンいかないと、それしかないんですから。これの今のフェイスクラッシャーなんかは、なんて言うんでしょう、相手の掴み方と自分の落ち方ね、はい、これ他の人とちょっとずつ変えてありますからね、うん、やっぱりね、そういう同じ技にしてもね、自分の中の使える範囲というか、新人というのは技のレパートリー少ないですから、いかにアレンジしていくかだと思うんですよ。なるほど。今のタックルにしても対角線から飛んでったりとかね、はい、おそらく地道な努力っていうんですか、自分自身のカラーですから、少しずつアクセントをつける努力をしているとは思うんですけどね。だから長谷川近くももっとね、はいはい、いつのかな、技を受けるんだか受けないんだかはっきり分からないというような、ピシッとしてないですよね、体が。要するに受け身というのもそうだし、技を仕掛けるタイミングというか当たる、うん、やっぱりお互い弾けるものがあって弾けるガンガンいけるわけですよね、はい、なるほど、はい、やっぱり新人というのは本当にね、がむしゃらが売り物なんだから、こういう攻撃ですよね、いやこの人のドロップキックは本当に小気味がいいですね、ちっちゃいけれども、うん、はい、だからね、1年先輩ですけど記憶してないですよね。ああ、なるほど、沼田選手の方が1年先輩に当たるわけですね、はい、まあこの時期って割と1年の格差大きいんですよ。はいはい、2年目そして3年目ですね、はい、沼田が3年目で玉田が2年目と、はい、ああ、抑えましたね、玉田取りましたね、うん、やっぱり今勢いに乗ってますから、やっぱり思い切りのいい選手が取ったって感じですね。そう、やっぱり今彼女前座の中でやっぱり輝いてますよ。なるほど。じゃあ将来は面白い選手になりそうですかね。うん、それはもう本人次第。なるほど、はい、おお、やっぱりね、やっぱ先輩だからね、やっぱり意地があるわけですよ。なるほどね。なんだか玉田選手っていうのは応援したくなるような選手ですね。長谷川も今突っかかってきましたよ。長谷川選手まだまだちょっと気がちっちゃいなって感じしますけどね、うん、はい、第一試合らしい第一試合でしたね。そう、良かった、まあいいと思います。はい、見事に勝ちました赤コーナーの両選手です。おめでとうございます。どうぞ。さて玉田選手決めましたね、あのフライングキック、ジュニアのベルトを取ったキックでした。今、ね、はい、向こうもすごい、トリスなんかもベルトを取られてて、すごい来ると思ったんで、こちらも気持ちだけでも負けないように強気で行ったつもりだったんですけども、はい、はい、いいキックでしたよ。そして長谷川千佳子選手、今日はどうでした。最後ダブルで やって、その後玉田が追い込んでくれたんで、
今日はちゃんと勝てたと思う。はい、おめでとうございました。どうもありがとうございました。第2試合は20分1本のタッグマッチです。まずは赤コーナー、神谷美織選手。今日はこの緑色のメイクですけれども、これはいつからやったんですか？大宮からです。何か心境に変化があってということなんですか？まあ、いろいろあって。具体的に言うと？別にないです。具体的にはないですけど。という新しいメイクの神谷美織が今日登場しそうです。そしてテリーパワーですけれども、今日はどうですか？ Hello、Today's、match Maikawa Watanabe No problem Jungle Jack is a dominating force And No problem Victorious 相手は全く問題ないというジャングルジャックの2人です。そして青コーナーです。まず渡辺智子選手、ちょっと左足痛めてるという情報も入ってるんですけれども、大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。試合は思いっきりやります。はい、相手テリーパワーもいますけれどもね、パワーではどうですか？負けないです。はい、そして前川久美子選手、今日は先輩と一緒ですけれども、どういうふうに戦ってくれますか？足を引っ張らないように頑張りたいと思います。はい、という両選手です。頑張ってください。というわけで今日の第2試合は獄門島対ジャングルジャックの対決と考えてよろしいですか？軍団構想の一つですね。なるほど。前川選手が割とこうやって後楽園に出てくるのは、珍しいことですよね。そうですね。まあ、獄門ということで、はい、あと、まあ、神谷選手が今日はペイントしてますね。はいはいはい。これはなんか自分の気が乗ってる時にするわけですよ。あ、なるほどね、はい、前回は大宮でしたか。今日はなんかあるんじゃないですか。あ、なるほどね。今テリーパワー選手がジャングルジャックというコールを受けましたけど、はい、そう考えてよろしいわけですね。やっぱりアジャとねファイトスタイルが似てますし、あとやっぱりテリーパワーはね、逸材ですよ。なるほど、うん、体ができてるっていうのはいいですよね。あとやっぱり本人がなんていうかやる気満々だし、学ぼうという精神が強いですよね。学ぼうという精神強いですね。だから結構選手がですね、巡業中なんかウエイトトレーニングを教わったりしてるんですよ。ああ、なるほど。今のなんか、はいはい、回転技に行こうと思ったら持ち上げちゃいましたね、うん、やっぱり自分の個性っていうのは個性っていうかね、生かしてますよね。日本に来てマリンあれですね、パシフィック選手権の時に膝をちょっと痛めて、そうなんですね、ちょっとかなり悪いんですけれども、だましだましファイトしてますよね、今のところ。井上京子 の逆泳病をプッシュアップで受けようとした時に、ちょっと靭帯を引っ張った、はい、ということですね。それ彼女はまあ、本人がどうしても手術、膝を手術して早期に治して、はい、まあ、100% のね、それでだからちょっと一時帰国するんですよ。あ、なるほど、はい、はい。まあ、それで悪いところは直して良くなるものであれば、うん、はい、結局今のままだともう不完全燃焼って言うんですか、自分の中で動けないんですからね、はい、足が動かない、これはストレス溜まると言いますか、やりたくても動けないというんだったら、うん、だったら我慢してちょっと休んでいいですから、そうですね、手術をしてね。だから我々もやっぱり彼女っていうのは長い目で見たいですからね。なるほど、はい、逸材ですかやっぱり。うん、いないですよこういう怪人選手は、はっきり言って。なるほどね。いや、ボディービルダーじゃないですか、もともと。だから最初クエスチョンマークもあったんですよね、うん、どのぐらいこういうレスリングというものに対応していけるのかと。で、本人がレスリングを学ぶ姿勢って言いますか、研究熱心というか、うん、研究熱心っていうのは前いたメドゥーサとかですね、まあ、彼女もすごかったんですよ、そういう研究熱心では、はいはい、だからこの人はやっぱ本当のスポーツ選手だから、はい、やっぱり毎日がやっぱりそういう研究っていうかトレーニングの、そうですね、それにレスリングのことプロレスに関しては日本選手にもう知識は劣るかもしれないけれども、あ、今のいいですよ。今のラリアットなんかやっぱりね、こういうの一発で大音きちゃいます、はい、彼女魅力なんだからもうガンガン行った方がいいですよ、うわすごい。だからね、本当に彼女が体調を完全にして日本流のスタイルを学んだら、これ本当に恐ろしいですよ。すごい選手になりそうですね、うん、いや今のだってラリアットってだんだん第二の技になってきてるじゃないですか。結局ブル中野のラリアットぐらいしか今王が来ないですよね。やっぱりすごいもの見ればみんな素直にね、うん、おすげえやって思いますよね。今のラリアットなんか、ああなるほど、体があるっていうのはいいことだなと思いますね、はいはい、うん、だからやっぱり体だけでお客さん呼べるっていうか、そうだから先ほどのお話じゃないですけれども、ことプロレスに関してはもちろん日本選手に知識を劣るかもしれませんが、ウェイトのトレーニングですとか、ウェイト、バーベル、ダンベルの使い方、有酸素運動のこと、筋肉のこと、いろんなことすごく知ってますから、
そうですね、あとうちの会社で今度はあの45キロのダンベル買ったんですよ、はい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 、やっぱりテリーしか使える人はいないわけですよ、ああの片方45キロのやつね、そうですそうです、 あれでなんていうんですか、カーでやるんですよね、はい、いやそれ見ると他の選手がビビっておっ、うん、と思うんですよね、あとこれはって今日神谷がまあペイントしてますけどね、はいはい、やっぱ神谷もジャングルジャックの中にいながらちょっとポジションがはっきりしてないですよね、ちょっとやって言いますか、そうですよね、全体的に中途半端なポジションにいます、あの伊藤とのタッグがどっちかというと定番みたいになってますね、なりつつあると言いますか、なってますね、はい、まあ、それはそれで結構味が出てきて面白いんですけども、はい、ただやっぱ本来はアジアの、ね、パートナーでなくちゃいけないわけですよね、バイソンが今欠場で休んでますから、はいはい、いやキャリア的には全く変わらないものを持ってるわけですから、はい、だからあの今回あの FMW と全日本女子プロレスがですね、まあ、一応そういう対してやるっていうことでやっぱ本当は神谷とかが名乗り上げてほしいんですよね、そうですね、もうちょっと自己主張してもいいんじゃないかなという気がしますね、うん、これ対空時間長いんですよ、これは男のプロレスでもありますよね、はい、やっぱりテニーにとって今日はやっぱり相手もグリーンだし、そうですね、だからそういう意味ではパワーがかなり強調されるって言いますか、はい、やっぱりできないですね、前川は、そうですね、体の大きさが違うっていうとパワーの違いを感じますね、はい、今なんか一つは投げられたけど二つ目はね、うん、投げられなかったし、ただキャリーあの僕は渡辺との絡みの方が面白いんじゃないかなと思うんですね、渡辺っていうのは割とトリッキーなレスラーなので、今力ね手四つで力比べしようと応じないですよね、力で叶わないこと分かってますから、やっぱり今トリッキーな攻撃に出ましたから、うん、今は何ですか、ベリッツベリーですか、一応、うん、ただああいうところがまだややねテリーの経験の浅さっていうか、あのサバ折りに行くのかフロントに行くのかっていうのを、はい、決めあぐれて、はい、ちょっと中途半端な投げになっちゃったなという、あのテリーはねジャングルジャックにいるってことはすごく精神的にいいみたいなんですよ、なるほど、と言いますとというのはやっぱアジャがやっぱり許容量が広いレスラーなんで、あーなるほどね、外人だから誰だからっていうようななんていうんですか、差別意識持ってないわけですよ、はいはいはい、なるほど、だから伸び伸びでできるっていう感じみたいですよ、あーそれはいいでしょうね、はい、やっぱりあの外人選手があのこうやって日本で長く滞在するっていうのは大体大変なことなんですから、はい、言葉の障害とかありますよね、いやどうやって毎日やってるのかなと思うんですけどね、うん、その中で試行錯誤しながらやっぱりデビューしてもこのテニーしてもやってるんですけども、こう軍団に入るとやっぱりそういう意識が余計高まるんじゃないですか、そうですね、いや仲間がいるってことはいいことですよ、本当に、やっぱり我々も外国とか行きますけどねそうやっぱりそう自分が外国行くと分かるんですよ、ああ、こんな辛い思いしてるのかっていうね、そうだから日本うちの選手があのメキシコに、まあ、定期的にいらしてるんですけど、やっぱりこれプロレスの技術じゃなくて精神面を覚えるってことだと思うんですよ、やっぱり一人で外国行ってサーキットして試合に出て知らない街へ行ってね、知らない体育館に行って知らない人たちの中でプロレスやるっていうのはもうそれだけで試合そのものじゃなくて、だってそれプロレスラーってそういうもんじゃないですか、そうなんですよ、元々はだからやっぱり神谷とか渡辺とかね、やっぱり彼らたちもチャンスを、このクラスのレスラーもいずれは外国に出てた方がいいと思う、はい、本当に、うん、とか向けると思いますよ、だから神谷やっぱキャリアあるんだから、やっぱりこうなんかあまり分からないですよね、あの一般のファンが見たら、だからあのメイクのやっぱ意味っていうのをね明確に出した方がいいと思いますよ、うん、ちょっとね当たりが悪いですね、そうですね、これは何ですかね、プランチャーを失敗したんじゃないかな、失敗したんですかね、まあ、一回ねプランチャーやったことあるんですよテリーは、ちょっと相手が遠かったのかなっていうのがありますね、なかなかねああいう、まあ、テリーみたいな体のでかい選手が結構そういう技やりたがるんですよね、これ、まあ、でかい選手がそれできたら非常に面白いんですけどね、ただあの以前やった時はかなり決まりましたよ、おお、
これはもう神谷の18番ですからね、先頭は。そうですね、もうちょっと体を丸くした方がいいと思うんですけどね。うん、リフトアッププレスですか。ちょっと最後はやや、ね、言葉の障害を感じた感じかなという感じがしますね。やっぱりあのコミュニケーション難しいですね。プランチャーの失敗っていうのはちょっと、ね、あとのフィニッシュがちょっとリードしなかったですよね。そうですね、どうしようどうしようっていう部分があるんでしょうね。ただ、うん、悪くはなかったと思いますよ。はい、はい、勝ちました赤コーナーです。どうぞ、おめでとうございます。さて神谷美織選手、今日はペインティングをして、はい、いつもと違う自分を見てくれという話ありましたけれども、出せましたか。いや、自分では出そうと努力してたんですけど、もっと出せるようにならないとダメですね。これ意味がないんで、これからのジャンルだということですね。そうですね。そしてテリーパワー、今日は見事なパワーを見せてくれました。コングラチュレーション。 Thank you. As I said before, Jungle Jack is a very dominating force andThis group is superior. We're number one. なるほど。ジャングルジャックはナンバーワンだという声が出ました。両選手です。おめでとうございます。第3試合は20分1本勝負です。まずは赤コーナーの伊藤薫選手です。今日は獄門島とジャングルジャックの対戦になりますね。はい。でもバットとシングルマッチをやるのは久しぶりなんですけど、回し蹴りに気をつけて、あれで何人も記憶喪失とかなってますんで、あれに気をつけて、今日は絶対に勝ちたい、はい、そして青コーナーはバット吉永選手です。今日はジャングルジャックの伊藤薫選手ですが、勝つだけでは関係ないです。ジャングルジャックということはあまり意識してないですか。してないです。とにかく勝ちます。さあ本日の第2試合は伊藤薫対バット吉永。バットがなんか貫禄出てきちゃいましたね。そうですね、実はね、今日はこの試合というのは結構注目してるんですよ。というのはもうブルーアジアのからこの辺の世代までほとんどもうプロレスができるっていう点ではもう変わらなくなってきてるわけですよ。あ、なるほど、はい。いや、今ねコーナーに立ってた時のバットの面構えがすごく良かったですよ。実はね、ジャパングランプリで、バットはトヨタ戦でですね、スピンキックありますよね、はいはいはい、トヨタの口を切ったりですね、あとアジアとの公式戦ではですね、もうすごい試合やったんですよ、バットが、はい、はい、だからもうほとんどアジアも危なかったっていうような試合やりましたね。アジアも危なかったような、あ、そういう意味ではなんていうのかな、まあ、伊藤もね、力つけてきてるってことですか、うん、伊藤もすごい上手い選手ですよ。上手いは上手いですよ、はい、はい。それで伊藤ってのはやっぱこまめな仕事ができるんですよ。なるほど、はい。こまめと言いますと一つ一つが正確という意味ですか。そうですね、要するに職人タイプっていうか。あ、職人タイプ、うん、派手さはないんですけども結構堅実ですからね、また顔が割と子供っぽいんでね、若手臭く見えちゃうんですよね、うん、ただもうやってますよね、かなりね、もうレスリングは。もう他のね、上の選手とやっても、はい、もう互角に遜色はない、やってますよ、はい。バットの左腕と言いますか、左肘ですね、はいはい、こちらの方はどうなんでしょう。まだやっぱり感知はしてないと思うんですけど、はい、ただやっぱり同期ですからね、やっぱりこう、うん、ガンガンやっちゃうんですよね、うん、激しくなるんじゃないですか、でバットの良さっていうのは、どんな選手とやっても物おじしないというか引かないんですよね。だからもう長谷川、早紀江、渡辺含めたこの世代っていうのが、はい、やっぱり井上貴子、京子、吉田のもう次の世代にもうくっついてるんじゃないですかね。なるほど。ただ、なるほど、要するにチャンピオンベルトがないとか、うん、格がないとかっていうだけだと思うんですよ。なるほど。まあ先ほど小川さんおっしゃったような力が大体だんだんの現在のメインイベントだと中堅クラスの力がかなり接近してきているということですから、うん、タッグならタッグ、6人タッグというシチュエーションもありますけれども、
だからあの上の戦いの輪に入ってっちゃうということですね。要するにあの獄門島とジャングルジャックの分断構想ってありますよね、はいはい、その中ではかなり要ですよこの2人は。あ、実は、はい、実はあのこのバッターあたりが、うん、あの伊藤もそうですし、ええ、さっき試合をやったばかりの渡辺ね、はいはい、やっぱり蹴りがあるというのはあれですか、あの一つ特徴といいますか武器になりますね、ここのリングでは。そうですよね、やっぱりあの蹴りっていうのはあの蹴りの空手の経験とかない人はディフェンスができないですからね。今のなんか後ろから後頭部に膝蹴りを5、6発入れてフォールに行ったわけでしょ。だから技じゃないんですよね。だからこれからはね、あの、はい、キックに対するディフェンスの攻防っていうのも出てくると思うんですよ。なるほど。そうそう食ってられないと思うんですよ。なるほど。蹴りを使う選手が多い、そうするとみんなもまたディフェンスを学ばねばならないと、うん、そうするとまた次の技術のね、あの開拓するっていうんですか、はい、向上になりますよね、はい、なりますね。まあ、序盤戦とりあえずバット選手はかなり、まあ、打撃技で、そうですね、ペースを握っているという状態なんですが、そうですね、やっぱお互いヒールの軍団なんですけどもね、ええ、やっぱりそういう面でヒール性ではバットの方が上なんですよね。貫禄あるように見えますよ、うん、今なんか特に。だからもう例えばこれ地方のファンが見たら、ええ、もう立派に名メンターとして見るんじゃないですか。あ、バット吉永ですね、はい、ええ、まあだから獄門島というのはやっぱブル中の井上京子っているんですけども、はい、でも井上京子っていうのはどっちかというとノーサイドのレスラーですよね。はノーサイドって言いますか、獄門島としてのイメージが弱くなってきてますね、うん、だから、はい、やっぱバットをもっとねブルは鍛えた方がいいと思いますよ。そうですね、直系という感じがしますね、うん、井上京子の場合はやがて巣立っていくであろうというような感じがしますからね。そうですね、やっぱり井上京子っていうのは人一倍トップ志向が強いんで。なるほど、なるほど。やっぱり今はブルーの下でやってますけども、ええ、やっぱりそれはもう狙ってますからね、明らかに。いずれは一本立ちするというですね、だからバットはその意味でね、ええ、直系の獄門刀という気がしますね、うん、なんかやがてアジャ伊藤対ブルバットなんていう戦いが結構主流になったりするかもしれないですよ。ああ、なるほどね、そんな気がしますね、はい、あと伊藤ってのはやっぱり班長的な存在なんですよ、学校でいうと。班長、要するにこまめな仕事を任せられるっていうんですか。ああ、例えば今選手の対戦表とかの管理をしてるんですよ。なるほど、対戦表の管理、うん、誰が何試合今月行ったとか。そうですね、給料の計算をしたりとか、まあ、内輪的なことなんですけども、ええ、これは割とね、そういう学級委員みたいなもんですね、うん、学級委員までいかないですけど班長っていうんですか。班長、結構これ重要な仕事ですからね。なるほど、やっぱりいい加減な選手には任せられないですからね。性格的にも几帳面なところありますか、うん、若手を要するに何ですか、雑用なんかの指示をしてますよね。やっぱり全日本女子の場合は男子の団体と比べて巡業の上、サーキットの、なんていうんでしょう、サーキット中の、なんていうんでしょうね、これはね、試合以上のウェイトなんですよ。実は、うん、サーキット中の雑用って多いですよね、自給自足制ですよね、全日本女子の場合。だからね、そういう意味で、伊藤なんか今、若手頭って言うんですか。若手頭、うん、見えないところでもお仕事があるんでしょうね。頑張ってますよ。そうすると、バットはそういうことできない方ですね、きっと。バットもやってますよ。あ、そうですか。ただ伊藤ってのはやっぱり細かいですから。あ、なるほど、はい、でも案外大雑把な人の方がプロレスが面白かったりしますからね、うん、これは難しいんですよ、やっぱり自分勝手な人の方がね、レスラーとしてね、うん、面白みありますよね。 上に行ったりしますしね、はい、そう、あんまり気遣いのある人って団体生活でいいかもしれませんけど、結局プロレスは個人競技ですし、やった者勝ちっていう場合がありますからね、はい、ただプロレスってのはやっぱりね、はい、神経行き届いてないとやっぱりこれ相手と相対するものですよね。なるほど、だから一方通行だとやっぱお互いいい仕事がっていうか、いい試合できないと思うんですよ。一方通行ね、なるほど、うん、それじゃあ、はい、さあバットのなんて言うんでしょう、蹴りがなんか一つ一つ決まってますね、面白いように。うん、だからなすすべもないっていう感じですか。今のもいいですよね、うん、蹴りを食らわないことですね、伊藤は。またさっきのヒップドロップ関係、はい、3発4発来ましたしね、まあ、ヒップではね、伊藤もこういったねバリエーションありますけどね、
ただやっぱり彼女は今ねやっぱりあのフットスタンプですか、あれがありますね、怖いですよ、うん、あれそのうち怪我人が出るんじゃないかと思いますよ。あの以前トヨタがなんかあれで失神したっていう話を聞いたんですよ。ああなるほど、はい、トヨタ選手割と細い方ですからね、うん、だからそういう意味では一歩間違えたら怖いですよね、あの技は、はいはい、体の太さが違いますから、いかんせん今日のとこなんかは伊藤の技が軽く見えちゃいますね。おお、これですよ。いいタイミングですね、うん、やっぱりこれがねやっぱり最大のもう見せ場ですからね。マットはねやっぱりあの同期じゃなくだけではなくて、ええ、もうどんな選手にでもこれをね向かっていけるんですよ。なるほどね、うん、これ強みですよ。相手対戦相手から全く目を離さない選手ですね、はい、必ず相手の顔を見て試合してますね。お、フットスタンプ、これですね。あ、この前あの長谷川先の全日本に挑戦したんですよ、伊藤が、はいはいはい、これもほとんどねもう長谷川腰の負傷ってのあったんですけども、伊藤は優勢でしたよ。なるほど。あ、お、やっぱり自分の体をねうまく使ってますね。そうですね、あの軽く見えますけど伊藤だってウエイトないわけじゃないですから、はい、これはねじわじわと効いてくるんじゃないですか。胃袋落としって言うんですか、あれは効きますよ。次はもう、ね、さっきあのバットの回転蹴りを外したところからいいペースになりましたね。うわー、これはたまんないですね。あ、これはもうあれですよ、この伊藤とバットの対戦から言えば対戦結果ってどうなんですか。あのやっぱりバットは圧倒的にいいですから、今日はそういう意味で伊藤薫っていう存在をね後楽園のファンになんかアピールできたんじゃないですか。そうですね、いやフットスタンプ異様に強烈でしたねやっぱり、はい、やっぱり彼女は本当これからどんどん上行きますよ。あ、なるほど。見事に勝ちました伊藤薫選手です。どうぞおめでとうございます。いやー、あれだけ浴びせ蹴りを食らわされて最後フライングフットスタンプ逆転でした。はい、特に2発目の回しがすごい入っちゃったんですけど、うん、たまたまロープ近かったんで逃げれたんですけど、ロープが遠かったらちょっと。なるほど、はい、フィニッシュにはこだわったんですか。もう絶対もうお尻かフットスタンプしかないんで、お尻とか蹴りとかで潰されちゃったりしたんで、もうフットスタンプしかないと思ったんですけど、すいません。伊藤コール出てましたよ。どうもありがとうございました。おめでとうございました。どうもありがとうございました。第4試合は30分一本勝負の6人タッグです。まずは赤コーナー井上貴子選手、今日ちょっと足痛めてるという話もありますけれども大丈夫ですか。はい、大丈夫です。それで、一生懸命頑張ります。頑張りますか。はい。そして吉田麻里子選手、この間は長谷川早紀に退場ということで一人で戦いましたけども、今日は二人力強い味方がいますね。はい、同期と組んで楽しく今日はやりたいと思います。はい、そして井上京子選手、この二人と組んでということですけれども、どんな楽しい動きをしてくれますか。後楽園で3人組むのは初めてなんで頑張りたいと思います。はい、何か出してくれますか。はい、何か一応考えてますから。あ、そうですか。はい、はい、という楽しみな試合になりそうです。そして青コーナーです。まず下田美誠選手、最近メキメキといい動きしてるじゃないですか。そうですか。そんなことないんですか。まだまだこれからということで、はい、今日はどんな戦い方を。63年組ですよね。まあバカにされないように一生懸命。はい、そして三田選手、三田選手も最近いい動きしてると思うんですけれども。いや全然まだまだですよ。あの北斗の下についてやっぱり心境的に随分変わったんですか。はい、今日は もう相手63年組で井上貴子なんか怪我してるみたいだから、うん、もうそんなん関係ないんで、もう井上はもうほっといて、あとの2人も怪我さすぐらいにしたいと思います。はい、
そしてこの中でシンティアが一緒に組みますけども、今日はどうですか？Pues hoy tengo unas muy buenas parejas y le voy a echar muchas ganas. Espero no defraudarlas. 井上という言葉だけがちょっと聞き取れましたけれども、はい、頑張ってくれそうです。3人です。井上京子、井上貴子、吉田麻里子の3人が今日はお揃いのなんかね、最大の T シャツで来ましたけれども。そうですね、後楽園初登場のね、63年のトリオっていうのはないんですね、今までね。そうなんですよ。まあ面白いですよね、このトリオ。この3人はね、本当に3人が3人個性違うから、もう出てくるだけでなんか花がありますよね。うん、今出てくるとき、おお、ひょっとしたらこの人たちもメインイベンターなんじゃないのっていうか、実際メインイベンターはメインイベンターですから。結局後楽園に来るお客にとっては全員、はい、ね、やっぱり楽しませてくれる人がメインイベンターだから、後楽園のファンにとってはもう吉田麻里子ですとか井上京子なんていうのは非常にね、親近感のあるレスラーなんですよね。うん、やっぱり今一番ね、ファンが注目してますよ。あと、下田と三田ですか、ラス、ダチョウ、ラス、オレンタルスで、はい、北斗の要するにハイカーなんですけどもね、はい、北斗が今もう毎日地方巡業でもう試合前にですね、2人をしごいてるわけなんですよ。しごかなきゃっていう感じがしますね。でも三田選手なんか良くなってきてるんじゃないですか。やっぱり体が、ね、大きくなって、体でかいですから、もともとかなり、やっぱりかつては正統派の、ね、スタッフ補正だったんですけども、はい、やっぱりこれはもう最後ちっちゃい姿勢なんですけども、要するにもう変身ですよね。大きな変身といいますか、賭けといいますかですね、はい、それはもう下田も一緒だと思うんですよ。下田もそうですね。だから次回の後楽園ぐらいからは完全に3人のイメチェンして軍団名も正式につけた姿で出ると思います。なるほど、なるほど、それは楽しみですね。次回の後楽園はいつですか？9月15日、8月30日です。8月30日、なるほど。で、下田も吉田とね、メキシコに行って、はいはい、なんか当初はかなり吉田に水を分けられてしまったって感じでしたよね。そうですね。ただメキシコに行ってる時はね、下田の方が割と激しかったんですよ、試合が。なるほど。吉田は割と淡々とやってた部分があったんですよ、メキシコではですか。はい、実際そういう風には見えないんですけどね。まあ、スタイルは違いますよね。吉田選手の場合は元気プロレスと言いますか、はい、共に笑い共に泣けるプロレスじゃないですか。うん、やっぱりファンは一番それを求めてるんじゃないですか。そうですね。名古屋国際会議場の試合なんかでも、試合が、ホールをですね、まあ、強敵でしたよね、タッグ。はい、相手は下田翔太ですか。はい、フォール取ったのが吉田選手ですよね。はい、あれをフォール取った瞬間、なんか泣き顔みたいな、なんか泣いちゃうみたいな顔しながら万歳してましたよね。やっぱりね、それもファンのね、心をくすぐるんですよ。あれを見ると、本当に吉田麻里子は心をくすぐるレスラーですね。だからそういう意味でね、今年一番なんていうんですか、光ってる選手じゃないですか。うん、だって応援したくなりますよ、見てると。今リング上に入ったシンティアなんかどうでしょう。うん、シンティアも一生懸命なんですよ。上手くなりましたか。一生懸命なんだけども、やっぱりあまりやっぱりサイズが小さいから、サイズ、体のサイズが。ただエステルも小っちゃいんだけども、エステルはそれを補うガッツがあるわけなんですよ。また技術が正確でしたね。それでね、一般的にルチャリブレっていうのは日本では空中殺法をしたいと思われてるんですけども、実はルチャの本質っていうのは激しさなんですよ。ね、シンティアもそういう激しさをやっぱりね、ルチャドーラなんだから、はいはい、激しさを全面的に来てもらいたいですよね。うん、今のなんかどうですか。うん、やっぱりうまいですよ。ああ、なるほど。なかなかね、この3人魅力ありますよ。ああ、なるほど。これで一応チームリーダーの京子に立つっていう感じですね。なんだか貫禄出ちゃいましたね、今なんか出てくると余裕がたっぷり。今日はね、3人とも精神的にすごく楽しんでできるんじゃないですか。そうかもしれないですね。はい、あー、すごいもんね、今の技なんかも。やっぱり彼女はね、どっちかっていうと腕力のあるレスラーですからね。腕力ありますね。はい、吉田の今の下田のフライングネックブリカなんか高さがあってよろしいじゃないですか。こういう風に、はいはい、ただ飛んでるんじゃなくて今の角度つけてますよね。角度つけてましたし、足がピーンと上に上がってましたね。
それもやっぱりやる気の表れなんじゃないですか。なるほど。かなり島田選手もキャリアあるんですけど波がありますよね。だからね、ここで本当に北斗の下についてね、やっぱり出直しですから。出直し、はい。だから今日のファンはどっちかっていうと、もう井上と吉田の、はい、このトリフの方に視線がね、いっちゃってますからね。そうですね。ただまたね、6人タッグマッチですから、シングルに比べると自分の出番がはるかに少ないわけですよね。ですからもう今日の井上京子選手なんか最初から大技のオンパレードで来てますね。やっぱり自分がいいとこ取ってやろうっていうあれがある。でもみんながみんなそう思ってもいいと思うんですよね。やっぱりレスラーなんですから。先ほどのアルゼンチンバックブリッカーからそのまま走ってく投げる技って技の名前あるんですか。なんていうのかな。このパフォーマンスがいいんですよ、井上京子はね。笑わしてくれるし、楽しませてくれるし、泣かしてくれるしね。やっぱりね、やってもやられても視線を自分に向けているわけですよ、彼女は。そうそうそう、そういう天性の感みたいなのがありますね、うん、観客のムードっていうか雰囲気を肌で感じ取るセンスは抜群なんですよね、やっぱりね。あとだからもう観客を敵に回しちゃってるでしょ、下田三田新規やら、もうただでさえ井上京子と吉田っていうのは観客がもう味方のレスラーですからね、もう味方にっていうか、もう応援するしかないですよね、この人たち見てると。あとね、井上貴子なんかもやっぱりこの2人の中に入ると、うん、やっぱりもう意地がありますからね。そうですね、自分もいいとこ取ってやろうってあると思うんですよ。井上貴子らしさっていうのを今日見たいですね。ちょっと本当に井上京子吉田とはタイプが違いますからね。違いますからね、彼女激しさ持ってますから。激しいしですね、きついプロレスって感じですね、うん、だからね、やっぱりそういうところがあるんで、はい、やっぱりもう躊躇しないでやってもらいたいですよ。そうですね。でやっぱり三田と下田っていうのはどっちかっていうと後輩とかに非常に強いんですよ。上のものに弱くて下のものに強い、うん、だからね、うん、なんかそういう人っていますよねそういう人っていますって。でも本当にそうじゃいけないんで、なんかプロレス、レスラーとしての姿勢そのものをね、そこからそのレベルから北斗選手に、うん、北斗はやっぱ少年を叩き直すっていうか、プロレスになったのかって分かってますから、はい、やっぱり自分だけも本当に先ほど言ったんですけど、一方通行のプロレスは良くないと思うんですよ、北斗選手にプロレス鍛え直されたら三田下田恐ろしいチームになりますよ、うん、いや北斗も毎日ね2人に付き合ってね、練習やってるんですよ。なるほど。大体下田選手も三田選手も吉田真理子や井上貴子より体でかいですからね。うん、そうですよ、だから恐ろしいんですよ、本当は。武器があるわけですよ、吉田選手なんか本当に言うとちっちゃいですからね、割と。だからこれから秋にかけてね、はいはい、下田っていうのはもっと、まあ、外見的にも中身的にもどういう変身っていうのがね、見られるかちょっと注目したいと思うんですよ。面白いかもしれないですね。なんか異様なチームができそうで面白いですね。なんかね、メキシコに行った3人がルーだっていうか、そういう風になって帰ってきたっていうことなんですよね。だから、ただメキシコ行っても吉田麻里子の場合は完全に、なんていうんでしょうね、臨機合ってるんですか。そうです、そもそも井上京子も山田敏夫と一緒にメキシコ遠征っていうものをしてますからね。そうですよ、お、今張りましたよ。顔張った。うん、あ、いいね。これ決まるときと決まらないときがあるんですよ ね、 やっぱり肩とか肘とかかなり悪いんで、ええ、完璧ではないんですけど。お、何やりますか。これがまた回転美固めが元気よくて気持ちがいいんですよね。手の上げ具合でその日の調子が分かるっていう感じですか。調子いいときはバンザーイってしてからね、はい。今シンティアが今日目立たない存在になっちゃってるから、やっぱり出番少ないじゃないですか、6人タッグ。
だから自分が出た時はもう思い切って何でもやっちゃった方がいいでしょう、うん、あと吉田がルチャできるんで、やっぱり思い切ってね自分の得意なもんで攻めていってもいいんじゃないですか。あ、なるほど。なんか井上京子今日は余裕でやってますよね。なんか、うん、かなり余裕が見えますね。あ、本当に今表情に余裕が見えた。ええ、どうだって感じですよね。これはね、でトペルフーサーじゃなくて実はムーンソルト狙ってるわけですよ。ちょっと回りきれなかったですけどね。回りきれなかったですね。だからね、ルチャの技っていうのは本当にね完璧じゃないとチグハグになっちゃいますよね。そうですね。本当はムーンソルト系の技というのは完全に決めてこそ意味があるんでしょ、うん、一応モルタルって言うんですか。モルタルって言うんですよ、向こうの言葉で、要するにそういうムーンソルト系のことを、そう、もう回転したり空中回転バック中関係はもう完璧に決めてこそなんぼですもんね。100点満点じゃなきゃダメですよ、体操じゃないですけどね、10点じゃないと常に。そうですよね。これはきついと思いますよ。これダブルなんですか、ヘッドバットですか。あー、思いっきり飛んだ、ちょっと時間差ですね。いや、シンテイにとってはかなり思い切りだったんじゃないかな。あの体で遠かったですもんね。今あれ初めてじゃないですか、あの技だったの。あー、そうですか。かなり遠いところからね飛んだしね、これがまた今本当に毎日のようにやってるね。これはねバリエーションがねいろいろあるんですよね、ボディープレスやったり、ボディープレスやったり、それがプランチャーになっていったりとか、あと最近ローリング クラッチとか、クラッチもありました。決して器用ではないんですけども、本当に一つ一つの技、この人は練習して回数で覚えるタイプでしょ。ファンをハート揺さぶるんですよね、やっぱり絶対。あー、これね、今のなんか三田の巨体さがなんか今強調されたね、生かしましたよ、大きい選手なんですね。飛びますよ、みんな狙ってない。でもやっぱりね、シンティアも、みんなルチャの経験があるんだから、どんどんやった方がいいですよ。あらららららら、みんな狙ってるね。やっぱここ自己主張したいとこですもんね。ちょっと今ひねり加えましたよ。あ、なるほど。いや、今のシンティアスお見事っていう感じがしましたけれども、今のね、行くぞーで三田がおーという拍手取れるようになったらヒールとしてもね、やっぱり今ファンの目がちょっとこっちに移行してますよね、今まではもう全部が全部京子、高子、真理子っていうのを見てたから、はい、あ、吉田頑張れっていう、もういつも怪我してるしかわいそうだし、だからね、本当は本当に万全な体調の吉田真理子を見たいですよね。万全な体調の吉田真理子、もう万歳って、もうあの回転エビ頭だけでねお金取れると思うんですよ、この選手は。だからなんかね、吉田っていうのは本当に典型的なベビーフェイスっていうか、クラスにこういう子がいたら人気あると思いますよ本当に学校で。そうでしょうね、あんまり可愛くないの顔とかは、だけどなんだか人気あるという。だけどね、隣にいても不愉快にならない子だし。不愉快じゃないですよ、やっぱ気持ちがいいですよ、ひょっとしたらこのトリオ面白くなるかもしれない。もうちょっとこの井上吉田というトリオを頻繁に見たくなってきましたね。だから今ね、極門島とかラスカチョーラスとかジャングルジャックとか、ね、三軍団ね。だからね、本当ね、トリオのね、そういう大会とかやったら面白いじゃないですか。あ、トリオね。あ、いや、ちょっと影薄くなり気味だったんで、ここで井上隆子はなんかこの野郎っていうものを見せてほしいですね。やりますよ、ニュードロップ。あ、見たの野郎。ただ今日はね、カット合戦ですよ、もう。まあ、今のは味方氏の勝ちかな。よし、いいね、今の技でしたね。なかなかね、いや、もうドラッグですよね。吉田の地団打の踏み方がまたよろしかったです。実はね、あれもルチャの技なんですよ。あ、そうですか。
なかなか三田選手も頑張りますね。お互いにね、これ戦う、下田も珍しいですね、ジャーマンは。これはね、本当に自分がね、なんか期するものがあったときにしかやらないんですよ、ジャーマンは。いや、綺麗な技だったですよ、今のブリッジなんか素晴らしかったと思いますよ。あー、今のなんかも北斗からやれって言われてるダブルチョップですね。これは今ね、もう頻繁に使ってますよ。なるほど。もうやっぱりこういうテクニックはね、いや今の素晴らしい技術だ。やっぱり違いますよ。今のなんかもう本当に素晴らしいですよ。なかなかね、6人タッグだとね、思うようできないですよ。さあ今度はなんかちょっと待ってください。リングの中で試合の権利があるのは三田、吉田が取りました今。時間が経つのがあっという間ですね。あっという間、いや、うん、見どころたっぷりですね、やっぱり。おお、ああ見た、ああびっくりした。いや、びっくりしたっていうか、まあ三田選手が井上京からホール取っても別にそれはおかしいことじゃないですからね。ナイアガラいきますか。いけるかな。ああ、スピンが決まりそうですね。なかなかね、3人がね、うまく噛み合ったんじゃないですか。いやー、面白かったですよ、うん、はい。まあ、井上京子が頭一つ今出て飛び出したところでホールを取ったなという、なんかそんな感じでしたね。またね、この後楽園で見たいですね、この通りを、はい。6人タッグ勝ちました、赤コーナーです、おめでとうございます。さあどうぞ。最後ナイアガラドライバー突き刺さった感じしましたね。ちょっと厳しかったですけど、途中2人よく返せましたよね。返せなかったらもうダメだったから、すごい同期ながらも、この同期3人衆ですけれども、あの青コーナーが3人とも飛んで、あそこはちょっとヤバいなっていう感じありましたね。はい、でその後も入ろうとしてもなかなか言ってもらえなかったんで邪魔ピースなんてしてますけどもね。さて、足もちょっと心配でしたけども、なんとか大丈夫だったですね同期に助けられた形になりました。はい、そうです。今度は私が助ける形で頑張りたいと思います。なるほど、はい、嬉しい3人です、おめでとうございました。ありがとうございました。第5試合はミッドサマー台風92優勝決定戦です。まずは赤コーナーの2人です。山田敏夫選手、このあとしかも紙切りマッチも控えているということですけども、どうですか。もう全力でこっちはこっちでやって、あとはあとで。そして今日は北斗と組んで、まあ、勝ち上がってきたものの、ちょっと2人の考え方の違いが出てきたなという感じしましたけども、他の人と組んでたら絶対優勝できたかもしれないです。こんなやつとなると、なんでこの野郎、北斗また持ってくるなんだこの野郎、てめえだ、うわっ、やはり2人の間にはちょっと問題があるようです。赤コーナーです。そして青コーナーは最強のタッグチーム、ブル、そしてアジャの2人です。まずブル中野選手、今日はどんな試合を見せてくれますか。まあ、どんな試合っていうよりも、あの優勝するって決めてることは同じだと思うんで、とにかく今日のアジャに、自分に、山田に、北斗、みんなね、軍団のね、リーダーだから、とにかく試合終わった後に誰が一番目立つか、誰が一番心の中に残ってるか、最後に残るのはブル中野です。そしてアジャコング選手、このブルと組んで今日はタッグを組むわけですけどもね、どうですか。勝つ、ただそれだけ。その他には。夢のというよりは本当悪魔のタッグチームになりそうです。さあここからは先ほど試合を終えたばかりの井上貴子選手にゲストにおいでいただきました、はい、貴子選手よろしくお願いします。お願いします。小川
はい、今あのこの選手入場でもって北斗選手、山田、アジャ、そしてブル選手、4人がそれぞれ自分のテーマ曲で入ってきましたよね。そうですね、あの獄門とジャングルジャック、ラスカチョーラスオリエンタリス、正規軍、なんか4つのイデオロギーのぶつかり合いじゃないかと思うんですよね。それぞれ4人が4人独立したスターが今日は特別にタッグを組んでぶつかるというなんかそういうムードがすごくよく伝わってきましたね。そうですね、あの一応あのファン投票で選ばれたチームなんですけどもね、やっぱりこういったあの普段見られないチームがやっぱりファンの投票で実現したということに意義あると思うんですよ。なるほど、なるほど。高子選手、はい、この一戦どうご覧になりますか。なんかあれですね、ブル中野選手とアジャコング選手が組むっていうのは、何なんですか。ファン投票で1位なんですよね、もうファンの人が一番望んでいたペアなんですよね。そうですね、まあ、ちょっと1回合体ですよ、合体すごいですね、まあ、これパワーによって、そう一回限りのことなんだけど、まあ、この2人が組んじゃったら、まあ、無敵ってことになりますよね。無敵ですよね、これにはちょっと、これはね2人が結構楽しんでる部分もあるんじゃないですか。今なんか、予想していた以上になんか2人がこの特別な試合だってことでエンジョイしてるような気がしますね。今小手攻撃みたいなのでね、いきなり突っかけていったりダブルのショルダーやってみたり、ね、そういう意味では、うん、初めてですね、要するに山田と北斗ってのはもう完全にもうなんていうんですか、息が合ってないわけなんですよ。仲間割れてるんだよね、仲間割れしちゃってんの、息が、そう、名古屋国際会議の試合の後でも市内なんかはちょっと使ってほしくないなって言ったら、これが私のやり方バカ野郎っていうね。それでね、あの準決勝の吉田長谷川を破った後でもやっぱり仲間割れというか、小競り合いというか、うん、やってますんでね。今日もあの試合前のインタビューで、まあ、そういう態度を取ってますし、なんか、まあ、普通の状態で見たいんですけどもね、なんかそういう人が試合としてはね、ありそうな感じしますね。いつもやってないからこそなんとかエンジョイできるっていうところがなんかブルとアジャ選手のなんかプロレス感が出てるなというね、こういうこともあるんだよ、今日は特別だし、じゃあせっかくだから楽しくやろうよっていうね。あとね、やっぱり今までブルアジャの構想っていうのは主軸だったと思うんですよ、はいはい、でもこれからはやっぱりブルアジャ北斗の世代に山田とかトヨタ、井上京子、やっぱ吉田、井上貴子らが挑んでくるというね、そういう戦いっていうのはやっぱりこれからの中心になるんじゃないかと思うんですよ、うん、またブル選手はブル選手、獄門島っていう一つのグループがあるんだけれども、ブルはブルでなんか別の存在っていうか、そこから戦いの輪から離れた存在にだんだんね動いていくでしょう。でもこのアジャコングさんとブル中野選手が組んだ時に、はい、ええ、私はいくらファン投票1位でも、ええ、絶対に仲間割れして1回戦で負けちゃうんじゃないかとか思ったんですけど、ね、でもまあ強すぎるっていうことがあるから、まあシードでね、決勝シードって言っていきなり、だから組むのは1回だけだぞってことでしょ。そうなんですよね、だから、うん、そうですね、あのね、やっぱり1回と言わずね、何回でも見たいじゃないですか。見たいですよね、ファンとしてやっぱりそれにね、いろんなね、あの人が挑んでいくという、そうやってみんなやっぱりもっとね、グレード上がっていくと思うんですよ。そうですね、あともう一つ忘れていけないのはですね、要するに獄門島というもののがあるブル中野がいますよね。アジャコングを持って、ジャングルジャックを持っているアジャがいて、北斗軍団っていうのが新しくできましたよね、はい、だから今日のこのタッグで北斗がどういう動きをっていうか自己主張をね見せてくれるかって非常に楽しみです。そうなんですよ、まあ、一応ヒールの3軍団なんですけども、はいはい、まあ、北斗っていうのは一番そういう毒が強いですよね、ヒールの毒がありますからね、はい、どっちかというとアジャとブルっていうのはファンにも支持されちゃってますんで、はいはい、まあ、ヒールっていうのとはちょっと違うと思うんですよ。そうですね、キャラクターなんですよね。北斗の毒を見たいですね、今日あたりは。やっぱり北斗は人一倍ね、やっぱプライドも自尊心も強いんで、はいはい、もう自分は違うんだってところ出すんじゃないですかね。自分は違うんだ、でも自分は違うんだっていうレスラーが一番面白いからね、やっぱり見てると。あとね、やっぱりセコンドにみんなそれぞれの軍団の若手つけてますよね。面白いですよね。要するに彼女たちに対しても自分たちの戦いを見せつけるっていうんですかね。そう、それぞれのコーナーにいます、今しゃがんでますけれども、みんながゾってこう立った時にね、なんか軍団が全部こう顔をお披露目するっていうような感じがして、だから一発ね、触発のムードもあるわけですよ。場外なんかに行ったらこれ結構面白いかもしれないですよ。場所取り争いっていうんですか。そうですね、北斗軍団の方は三田と下田が一人ずつ木刀を持ってますから、
だからいつでもね、陣頭体制っていうんですか、もう北斗が危ないときは仕掛けるっていうなんか姿勢があるんじゃないですか、またこれから、まあ、先のこと言ってもしょうがないんですけれども、今日は山田選手2試合ですから、そうです、ねね、やっぱりね、本当はやっぱ髪切りっていう本当の大一番ですよね、だから本当にそういう対等な、ね、立場でやらしたかったと思うんですけども、ただこれはもう単独のトーナメントですからね、勝ち上がってくることも山田意義あったと思うんですよ。そうですね、今アジャ変な体勢からお腹あたりに噛みつきましたね。北斗に対する声援も、ね、多くなってみたいな、なんか結局北斗はね、ブルーを金網で倒してから、ね、あの新金網の女王じゃないですけどもね、そうですね、もともと悪の強さではナンバーワンでしょ、後楽園のファンも北斗 その怖さっていうか恐ろしさっていうか悪の強さみんな分かってきたからね、それがねやっぱりラスカチョーラスの結成で北斗なんていうんですか、毒が本当にもう全体に回ってきたっていうか、だから本当は井上貴子選手なんかもこの輪に入っていかなきゃね、そうですね、そうですね、さっきの6人タグナーチなんか本当にあのトリオでトリオってあれ面白いなと思った、とってもでもたまによく組むんですけど、東京では初めてじゃないですか、そうですね、大場所では、みんなお揃いの対大の染めの T シャツ着てたでしょう、昨日買ってきたんですよ、あれなんか見ると あやってるなと思って、そうですね、普段から仲いいから試合でもやっぱり息が合うんですよ、一番お互いに分かってるって感じですか、とってもなんかあの3人で同じ T シャツ着てきた時、やってるなって思って、微笑ましかったですか、微笑ましいのか、別に可愛らしいとかそういうんじゃなくて、気持ちが分かったっていう、そうですね、この3人がねやっぱ次の機会にはこの中に加わってやらないとやっぱ新しい時代来ないと思うんですよ、お今やっぱり北斗と山田が仲間割れですね、あんなもん使うなって言うんですよね、要するに完全にもう主張主義主張違いますからね、リビングエースですからね、山田選手はね根本的にね、なんだよって顔してますけれども、一応ね本当せっかくのブルアージャの初コンビで、ここは今面白い図形というか図式的にブル様とアジャがポケンとしてなんかね、ですね、なんかリング内に待ってるっていうのは割と珍しいでしょう、こういうことの方が、ただまあ、ね、向こうの方が仲間にするような感じですけどね、やっぱブルアジャのコンビっていうのはめったに実現しないんだから、本当そういう意味では試合をね成立させてもらいたいですよね、やっぱりねファンはね完全燃焼をやっぱり見たいんで、ここでねやっぱりそういう分裂とかいろんなものがあるとやっぱりそれを楽しみに来てますからね、噛んでる噛んでる噛んでる、ひょっとしたらね北斗が一人でもうすごく悪じゃないですか今日あたり、だからアジャもブルもかなりベビーフェイス的な感じがしちゃうね、この今日あたりは、要するにあの昔ながらのヒールスタイルなんですよね北斗は、昔のスタイルなのね、あなるほどね、いやかなり気合入ってますよ山田も、仲間割れっていうのがあったからもう山田は一人でもやってやるという感じじゃないですか、ね、以前の山田だったらねあそこで躊躇してるはずなんですよ、今日はもう完全に吹っ切ってるし、そうね、だって一人で戦うってことは一人でアジャ様とブル様を相手にするわけでしょ、それだけだって大変なことなのに、その後まだ髪切り控えてますからね、恐ろしいことですよ、やっぱり山田って根本的にベビーフェイスなんですね、特極のベビーフェイス、そうね、本当あの山田っていう選手というのはなんていうんですかね、もう短距離型っていうかもう全力疾走しちゃいますよね、そう短距離ランナー、
本当はプロレスラーっていうのはマラソン選手じゃないですか、うん、長くやっていくことが大切でしょ、うん、でもなんか山田選手のプロレスっていうのは太く短くっていう感じが見える。その分ねその勢いっていうかねすごいですよね今ね。なんか本当今日怪我してどうなってもいいようなプロレスするでしょ、どんどんと。だから、まあ、ある意味で全日本女子のイズムっていうのは感じられる選手ですよね。山田ですか、やっぱり、はい、山田とか北斗とか。そうすると怪我を克服するという。そうでしょうね。でもやっぱりブルも投げさせないですね。ねえ、得意技なのに、うん、山田さんの全然やっぱりウェイトが違う、うん、ウェイトが違うって感じ。やっぱりブルもねアジアに対する意地もありますからね。10分経過。こういうね小川さんね、はい、こういう軍団がたくさんできてくるとこれからのブル様はどうすればいいんでしょう。やっぱりブルーっていうのはやっぱり軍団をやっぱ若手をですね育成しながらやっぱり別格になってくるんじゃないですか。ブルー別格ね、なんかジャイアント馬場選手のようななんかレスラーになってくるんじゃないかなというやっぱり存在感があって、いてくれるだけでいいっていう感じがしますね、うん、もうかなりそういう選手ですよね。さあこれ意外なようなんですけどね、この中に入るとアジャが一番若いんですよ年はね、はい、あちょっと意外だけど年で言うと、まだ1ですか2ですか21じゃないですか。1まだ2になってないんですもんね。あまだなってないですよ。本当だ若いんですよね。だからそういう意味でアジャはある軸をして総軸になってしまったのかわからないんですけども総軸もうかなりベテランの顔してますよね、うん、っていうかメインイベンターの、ね、顔だもんね。力持ちですね。あこれはひょっとしたらスタイナー兄弟ですね。これは うわダブルの合体ですか。うちにラリアットっていうのも珍しいし ねこれねやっぱりブルとハチはいろいろ考えてますね。うんやっぱり今日だけのことだといっても特別なことでしょう。やっぱりだからね、なんかね、規制のチームみたいな感じしませんか、うん、そういうところが、なんかブルとアジャのプロ意識なんだなっていう感じがします。やっぱりやるからには万全やるからには最高のものを見せましょうっていうね。リングに出てきてなおさら仲間荒れしちゃうところがまた山田と北斗らしくてそれはそれでいいんだけどあ、本当イデオロギー対決ですよ。うん、なんかいろんなものが見えてきて面白いですね、この1試合の中で。井上拓吾選手の気持ちとしては一番どの軍団に近いですか、こんなの見ると、気持ちとしては北斗晶選手かな。北斗晶選手、あやっぱりすごい好きなんですよ、レスリングスタイルが。なるほど、うん、どんなところでしょう。まあ、ラス・カチョーラスっていうその軍団にはこだわってないですけど、昔から、昔っていうかな、ラス・カチョーラスっていう軍団を作る前、メキシコに行く前から、北斗晶選手のプロレススタイルっていうのはすごい好きだな。これはもうアジアに対して見せつけてるようなもんですよね。そんな感じね、そんな感じがします。いいだって今のボディリフトなんかタイミングといいなんといい見事でしょ。これはね北斗相手だと決まるんですよ。バッチリ知り尽くしてるんでしょうかね、うん、そういうのあるんじゃないですか。うわ何するんだ。ひょっとしたらここでこのもう一回、ああ恐ろしいや恐ろしいや、うわー嘘でしょ。でもお互いのプロ意識すごいじゃないですか、うん、だって完璧にやろうとしてることは見せてくれてるしね、うん、やっぱりタッグチームですよね完全に、うん、今今日はね、うん、それじゃやっぱり総合力だと仲間れしてるチームは勝てないですよね。そう 2対1の試合が2通りあるみたいなもんですもんね。そうですね、うん、今のアジャの失敗はしたけれども、空中でのバランスが素晴らしい。山田さん怒ってますね。やるなって言うんですね、はい、
え、まさかアジアがフランチャですか。お互いにこれはアジアのあれを受けさせようとしてますね。ああブルも飛べますか。ブル、あっちか、あっちか、こっちか、こっちかなんつって楽しい。でもブル様楽しんでますね。楽しんでますね、うん、うわ綺麗。あのね、ブルが飛んで出すっての本当に調子がいいんですよ、これ。あーなるほどね。いや、今のリングの中で顔つき見ててもエンジョイしてるの、こっちやる、こっちやるなんて言ってね、うん、なんか余裕が出せる技っていうか、あと今日は本当にお客さんのノリがすごいですよね。ノリがすごい。でもやっぱりなんかブルアジアの方が1枚上っていう気がしますね。危ない、危ないよ。15分経過。なんか私のね、個人的な心情ではやっぱり山田ちょっと休ませてあげたいですよね。ちょっとね、あ、今あの最近流行ってる、あ、あれは私が初めてやられたやられたやつ、昨日のテレビ。ああ、すごい、机折れちゃいましたね。やるたんびに机折れてないですか、これ。これもね、4人の見せ場比べですからね。いや、もうこれでアジアは1つリードしたんじゃないですか。アジアリードしたって、ブランチャやってから机の上でパイルドライブで机折っちゃってるし、ほらブルもね、これ意地になりますよ。ブルもブランチャ見せたし、さっきの起き上がりこぼしのラリアットのロープバージョンってありましたから。あ、ヌンチャク、ヌンチャク外で、あ、これはもうどっち見ていいか分かんないですね。でも今のパイルドライバーぐらいじゃ北斗も負けられないんですよね。でも怪我まだちゃんと治ってないんじゃないですか、北斗選手。北斗選手もね、あばらの、あ、軟骨がなんか折れちゃったんですよね。ありゃ、あんなことされたら大変なんじゃないですか。そうすると、あ、山田選手が向こうでやられてるわけね、はい、そうです、エルボー行くぞって感じ。最近はあれなんですか、コーナーからのエルボーがフィニッシュになってるわけ。大体いつも あれやられたら動けないですよ、本当に。だってエルボーっていうよりはボディープレスみたいなもんでしょ、ね、素敵な状態で、すごいですよあれ、うわー、これはすごい。これね、山田も複雑な心境ですよね、うん、今山田も必死で戻ってきたもんね、あの助けたくないけどね。そうそう、仲間割れみたいなもんなんだけど、試合負けるのはかなわないでしょ。まあそんなもん使うなよってとこかな。あ、そうね、ほら向こうが有効的に使ってますよ。なんか非常に複雑な試合じゃないですか。すごい、いや、よくやった。あのやっぱガッツがすごいね、北斗っていう選手は。あ、やばい、あ、チェンジしませんよ。でもタッチはすべきだと思うね、あそこでは。やっぱりね、試合を成立しないことには。そう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 、いいですよ、ほんなら北斗、まあ一人で頑張れ。おお、すごい、仲いいですね、アジャコング選手。でもね、またアジャがあれやってもあんまり憎まれないよね、どういうわけか。山田も気迫ってのはすごいですよね、本当に。なんか惜しみなく出してくるね。この後もエルボーがある。そうですよね。山田はね、やっぱりね、次のこと考えてないでしょ、今は。考えてないですよね。いやいやチェンジした、うん、いやいやチェンジしたけど、でももうここはしょうがないな、もうお互いに自己主張するしかないんだね。そうですよね。ああ、やられた。フォール取られなかっただけで立派でしょ。そうですね。
やっぱりね、本当にこれ、ね、タッグとしてね、コンビネーションなんか抜群ですよね。うん、いいコンビ。アジャがやっちゃった。本気だったね。面白い。やっぱりね、アジャが来るのは最高ですからね。すごいですよ。でもね、やっぱりね、これ、はい、組むって決まった以上、ええ、やっぱりそれくらいのね、お互いの意識を持ってやったっていうことがね、やっぱり良かったんじゃないですか。そうですね、やっぱり2人とも本当にプロフェッショナル、やっぱりプロ中のプロですよ。そうですね。なんかね、もう何回も見たいじゃないですか、このチーム。私も見たい。正反対のチームですね、うん、ちょっとね、幕切れ悪いですね。早く止めてくれ。危ない危ない危ない。てめえが誰もいないぞ。なかなかね、いい光景ですよ。うん、面白い。女帝コンビ。あちら、やっぱ一番だよ、なんかな。今回一回禁止したけどよ、また来てもいいんじゃないのかな。いいか。あれね、未来かけてよって。すごい宣言ですね。いや、最強があったんですよ。お二人はタッグのお優勝いたしました。グルーなんかのアジアコンフにコミッショナーより表彰状の授与でございます。でも、スリーだけシングルで飲んでらってもらう。大した根性だな、おめえ。それでこそ、元ご本当だよ。ご視聴いただきました。グルーさんからアドバイスに表彰状の授与でございます。いや、最高に見せてくれたんじゃないですか。優勝、プロ仲間とのアジャコングとのあなた方は後楽園ホールで行われたファン投票による BJP 杯争奪タッグトーナメントミッドナイトサマータイム。やっぱりね、こういう企画っていうのは夢のタッグチームが実現するんだから、やる方同士がやっぱりその万全のね意識でやってもらわないと、やっぱり開催する側もね、やっぱりファンにいいものを提供したいじゃないですか。これはね、やっぱりうちの方の会社もこの2人が本格的に組むんだったら、やっぱりそのようなねマッチメイク考えなきゃいけないし、やっぱり暮れのねタッグの祭典にも2人がねひょっとしたら出てくるなんて可能性ありますよ、ね、ミッドサマー台風92、見事最強のタッグチームになりました両選手です。おめでとうございます。ブル、そしてアジャ、この1日限りと思いましたタッグチーム、すごい連携でしたね。なんちゅうか、うん、思い出したっていうかね、うん、でもこんなに気持ちよく勝てるんだったら、やっぱベルトのやっていきたいです。なるほど、今ベルトという言葉、1日がこれから先へまた続くことになったんですよね。そうですね、やっぱりこの間太田で井上京子と組んだんですけど、うん、やっぱりまあ2試合って疲れとかもあったのかもしれないけど、やっぱりこれだったら完璧ですね、ベルト取るのは。このタッグだったら2人の間にもう壁というものはないんでしょうか。
それはアジャに聞いてください。最後の言葉で言った通り。アジャ、そうですね、今まで2年間獄門抜けでいろいろ構想してきましたけど、まあここで一切変なわだかまりは捨てます。でも首は狙います。というお二人です。おめでとうございました。今日の調子はどうですか？あ、いいです。いいですか、はい、体の方も軽いですか？はい。さて今日は紙切りマッチ、しかも相手は山田、まあ、同期でありライバル、そしていい友達ですよね。この山田を相手にするわけですけれども、心境は？6月21日の後楽園で山田に負けてるんですけど、もうその時とにかくすごく悔しかったんですよ。で、もう一度IWA のベルトをかけて再戦したかったんですけど、もうそれだけじゃ物足んないから、もうとにかく悔しかったんで、もう髪の毛かけてやろうってそう思って。それほどの決意があったわけですね、はい、じゃあ今日は頑張ってください。はい。さて山田選手、昨日よく眠れました？一応布団には入ってたんですけど全然寝れなかったので。結構緊張しちゃったんですか？そうですね、やっぱ髪にかかってるんで。ベビーフェイス同士は初ということです、はい、しかも相手はトヨタ、ね、普段ね仲いいですもんね。そうですね。そのトヨタを相手にして今の心境どうですか？やっぱまさかで胃が痛くて。ああ、そう。弱気になってるわけじゃないんですよ、うん、ですね。うん、6月21日に勝って、はい、そして今日を迎えたわけですけども、ね、はい、やっぱあれがまぐれだって思われないように今日はやっぱ勝ちたいと思います、はい、頑張ってください。なんかすごいですねコスチュームは。今日はテープの量もすごいし、なんか一昔前にこういうなんかフラッシュ時代のテープの量ってありましたよね。ああいうテープの感じ、鳥肌立っちゃいました。私またよだなんか鳥肌立っちゃった。よだれです、ね、やっぱり2人とも、ね、コスチュームを一新してきてるし、やっぱりこの試合になんていうのかな、かけてますよね。なんか大変な試合になりそうですね。で今日はね、レフリーが、松永俊邦に、はい、特別なんですよ。なるほど。要するにこの試合は要するに若い者には任せておけんというところで出てきたと。なるほど、私が裁く。なるほど、そうですね。任せておけんということで出てきちゃったわけですね。やっぱりね、紙切りっていうのはもう特別ですからね。特別な思いですよ、やる方も見る方も。なるほど。見る方も特別だけど、とにかくやる方は特別でしょうね。だからこれをね、トヨタが主張したときに、はいはい、やっぱり賛否両論ありましたよね、ファンとか。なんでまたということですね。やっぱり関係者、うちの社員の中でもあったわけですよ。いきなりスープレックス狙ったですね、トヨタ。おお、今のはスープレックスとニールキックって感じ？相打ちになっちゃいましたね、はい、なんか山田はね、前の試合ということを全く2試合目っていうのを感じさせてないですよね。いやもうどうなってもいいぐらい張り切っちゃってるんじゃない？全く別物として戦ってるのがいいですよね、おそらくコスチュームを変えてきたことで気分転換に、気分転換というかね、なったんじゃないかなという気がしますね。インターバル起きましたしね。だから見る側も、はい、また新しいものを見るっていう感じですよね。かえってね、山田選手にハンデがあるということが分かりきっているから、トヨタ選手の方がかえってプレッシャーがあるんじゃないかなという気がしますね。この2人はね、スタミナがもう底知れないですからね。もうスタミナはすごい、もう何十分でも動き回るでしょう。それでね、どっちかっていうとこの2人はね、まあ、野球で例えると、速球型のもう速球1本で三振しか狙わないようなピッチャーだと思うんですよ。そうですね、変化球ないですね。そういう意味では逆に変化球つけるようになったらもっともっとすごい選手になります。そうかもしれない、トヨタ選手の場合は技の技術そのものは素晴らしいんだけど、何度も何度も見てると、あ、この技この技ってタイミング分かってきちゃうんですよね、割とね。だからね、トヨタにこの間というかね、そういうものがすごいですよ。そう、今んとこ技は素晴らしいんだけど、どっかせっかちな面がありますから、それが全日本女子イズムなのかどうか分からないですけども、そう、ただ一つのスタイル作っちゃったのが確かですから、うん。
でもそれが全日本女子の中で一番だからいいと思いますけど、思いません？そのスタイルで、うん、あというか一番スピードとかは一番と言われてますよね、ええ、だからそれはそれでいいですね、一番ということは、うん、ただもうちょっとためがあってね、ラ・ゲブラードとかバック転なんか見せてくれたら、うん、もうちょっと綺麗なものが見れるんじゃないかなって、よくあまりにも早くドロップキックやったりとかミサイルキックやったりするんで、ちょっとロープのところでズルッとかある、あ、トヨタ選手そういうの目立つんですよ ね、 すね、割とだからね、そういう意味では彼女もまだ発展途上なんですよ。そうなんですね、先がまだまだありますよ、まあ、先がある、なるほど、今がピークじゃないってことね。それでね、やっぱりこの髪切りマッチは実は5度目なんですよね、ええ、全日本女子プロレスを開催するってことは、はい、まあ、要するに女の命であり、まあ、切り札ですよね、この髪切りっていうのは、長屋千草さんがやりました、ダンプ選手もやりました、ジャンガー選手も丸坊主とかやりましたしね、はい、アジャバイソンもねやりましたし、バイソン、アジャ2人で丸坊主やりました。だからこれっていうのは、男のレスラーでも髪切りマッチってやるんですけども、ただ女子の場合っていうのはやっぱりちょっと特別なね、だって女の子の髪切りなんか、そんな思い入れがね、やっぱり見る方が違うんじゃないですか、まあ、特にこの2人の中で言えばショートカットの山田選手よりも、うん、トヨタ選手の方がもっとショッキングだと思いますよ。ですんでね、最初にやっぱり反対の声をしたファンっていうのはどうして、まあ、トヨタがもし負けたらっていうようなね、なんかそういう葛藤があったんじゃないですか。今日なんかそうじゃなかったらただでは見れないっていうのもうすでに自分で丸坊主にしてきたファンがいましたから、あ、そうですか、いましたよね、見ました、見ました、そのぐらい思い入れがある人が多いですよ。この間の山田さんのファンの人で、山田選手が坊主になったら僕も坊主になりますって言ってましたよ。もうなってきちゃいました、その人。あ、そうなんですか。やっぱりね、ファンもね、かけてるわけですよ。だからね、いろんなね、賛否両論の声をね、やっぱこの2人が聞いてると思うんで、果たしてやっていいか悪いかっていうのはもう本人たちは結論出してくれるんじゃないですか、髪切りに関しては。遺恨マッチってわけじゃないですからね。意地と意地という面はあるかもしれないけれど。だからね、事務所にもやっぱりファンから電話が殺到したんですよ。なるほど、なんでやるんだと、会社は何を考えてるんだと、うん、ただね、そういった場合もとにかくやるって決まった以上ね、その結末を見守ってほしいという返答をしたんですけども、なるほど、突然決まったんでしたっけ、やるって、要するにトヨタがアピールリング上でね、アピールしたことが、じゃあ競技にかけましょうということで言っちゃったんですね、この技、タカコ選手ね、はい、この山田選手の、はい、自分でもふくらはぎのところに首をかけての逆エビあるでしょ、はい、あれ普通の逆エビとどう受けたの感じが違うですか。ね、私はもともと体が奇形じゃないんですけど背中がまっすぐなんですよ。でトヨタ選手の場合はすごくしなりますよね、だからある程度まではすごい楽なんですよ。だからもうすごくスイングしましたね、別の締め方した方がって感じ。でもこれの方が効きます、私の場合は。私の場合は山田選手がやってるやつの方が体が反らないからすごいちょっとでも反られちゃうんですけど、トヨタ選手の場合はまだ大丈夫じゃないですか、ですもん、ね、うん、相当反ってもこれね、やっぱり何度もやってますからね、お互いに知ってますよね、きつくしてますよね、あんまりめったやらないですよ、トヨタさん。そう、また前回転のっていうのもあるでしょ、なんかロメロスペシャルなんだけど、 あれは京子じゃなかったですか。そうか、それでギブアップ取られたことあったのかな。ありますね、ジャパングランプリかなんかで、これね、どうしてもね、長期戦なんですよ、この2人はやっぱスタミナありますからね、スタミナあるし、だからこういう徐々なね、関節っていう攻撃が後になってなんか徐々に効いてくんじゃないかと。私ね、これ全部関節全部ひっくり返されちゃうんですよ、全部の関節が。トヨタはね、あと山田がね、よく呼んでる山田も本当に普段ショートタイツ履いてるでしょ、こういう対決の時は。そうですよね、今回は危ない、ロングタイツと、これがやっぱりね、この夏場でね、まあどういう微妙に変わってくるかもしれない、左右があるかっていう。ただ山田選手の場合はロングタイツ履き慣れてるでしょ、だからまあそんなには。紫は初めてですね、紫は初めてですね。なんか最近いろんな色のバージョンが多いですよね、してますね。この忍者コスチュームっていうのに異様にこだわってるわけでしょ、やっぱり。でも似合ってますよね、似合ってます。だからね、自分なんか山田もっとね、ザンバラ髪でね、もっと荒々しくなったら面白いんじゃないかと思うんですよ、でもなんか
女の子はね、なんか貴公子みたいなそういう雰囲気で見てるんじゃないんですか。女の子のファン、女の子のファンにとっては男の子っぽいものっていうのはまたいいんでしょ。ああいう、まあ、かっこいいですよね。かっこいい、私もし女子プロのファンだったら、多分山田さんのファンだったんじゃないかなと思うんですよね。もう本当に全日本女子の正統派っていうんですかね、意外とトヨタはね、あのキックに打たれ弱いですよね、苦しそうな表情しますね。要するにディフェンスができないですから、そう、また反り技とかブリッジ技なの任しとけなんだけど、打撃技はダメね、やっぱり。またいつも思うんだけど、飛んだり落ちる技がすごく多いでしょ。それなのにニーパッドしてないでしょ、トヨタ選手。ああ、してないです。めったにしないです、ね。そう、膝当てしないところが怖くて怖くて見てると。やっぱりそれは一つのポリシーっていうか。ポリシーなんでしょうね。怪我しないんですよね、まあ、トヨタさんって。吉田選手の場合はやっぱりするとね、足が短いっていうのもあるかもしれないけど。いいんですかそんなこと言って。そう。笑っちゃって。うん、短い足が余計短く見える。短いくせに大脚だから余計に。こう短いんですよ、ね、そうだってまあ側転に見えないもんね、向こうの景色見えちゃうんですからタコこの2人っていうのは、はい、4回ですかやってまして、一応大きい試合で、そうですね、まあ、3年前にもありますしね、山田の1勝3引き分け、山田の1勝3引き分け、はいですね、トヨタとしてはやっぱりこういう舞台で借りを返すっていうか、はい、そうですね、意外とトヨタ選手勝率悪いんですね、この対決に関しては。要するにだから地方では何度かやってるんですけども、ええ、まあ、地方の成績っていうのはやっぱりファンに届かないですから、なるほどなるほど、やっぱこういう舞台で勝つことっていうのは一つ一つのなんていうんですかね、実績というか、ええ、歴史になっていくと思うんですよ。なんだかね、今日の山田選手フォール勝ちじゃなくてギブアップもので取ろうとしてますね。やっぱりトヨタの動きをね塞がないと勝負ですからね、腰は柔らかいですからね、トヨタ選手なんか将来あまりにも曲げすぎて後遺症が出ちゃうんじゃないかっていう心配もありますけど、ね、なんかね腰が曲がっちゃうんじゃないかと思いますね。これはね、山田新人時代から使ってるんですよ、実は。あ、そうですか、メキシコっぽい技ですけどね、落差があったですね、今ね、すごかったですね。どうやら山田選手はトヨタの腰に、ね、ポイント絞ったですね。腰痛めたら、ブリッジとかできなかったら、ブリッジ技ね、スープレックできないですからね。あ、そうですね。これね、お客さんもね、トヨタコールしてますけど、ええ、やっぱりね、どっちが切っても嫌ですからね、見るのは。どっちも頑張れっていうパターンじゃないですか、これは。要するに試合そのものを準備してるから、今やられてる方を応援するしかないんですよね。今までの紙切りマッチっていうのは、どっちかというと遺恨の延長上で、はいはい、決着戦っていう色合いが強かったですよね。まあ、今回はどっちかというとそういう意向なしということで、お互いの気持ち的の割り切りでやってるって感じですよね。腰が痛そうですね、トヨタ選手。そうね、最後は顔に来ましたね。顔でしたね、今やっぱりこれ何度もやってますからね、相手の裏をかかなきゃいけないですから。でもよく今4コーナーのミサイルキック成功したと思うわ。やっぱお互いスイングしてんじゃないですか。あ、こっからスープレックスいく。あ、すごい。やっぱお互いにとってお互いの対決っていうのはなんかスペシャルなもんじゃないですか。そんな感じですね。とっても特別なっていうか、変な言い方するとよそ行きなプロレスっていうかね。だからお互いに今日のフィニッシュというのを
なんか作り込んでるという感じはしますよ。そんな感じね。まだまだ何ページも出てきそうですね。おお、すごい。危ない。やっぱり慎重じゃないですか今日のトヨタは。トヨタそういつもみたいにせっかちにねポンと飛ばずにためがありますね。これやっぱりためかかってるからね。おお、ジャパニーズオーシャンですか。最初のやり方ですね。ああ違うか。よく返しましたね。もうなんか肩だけ上げたって手決められちゃってるからね今。ちょっと山田選手の汗の量がすごい今もう背中なんか。やっぱりね徐々に疲労が出てくるんじゃないですか、1試合多いですから。すごい。これねブリッジ使ってますよね。そう本当はね危ないんだけど、俺初めて見ましたよこのジャーマンは最近では。いやあのまた使い始めたって感じじゃない。ってことは完全復調ですかね。いやでも脊髄って本当は完全には治んないから、そんな無茶なことしちゃいけないんですよ。あーこれがありますからねまだね。でも山田選手はそういう怪我があるから、ええ、余計に他の人よりも精神統一してるから結構そうなんですね、うん、あーそうかもしれない。山田っていうのはどっちかというとあの努力型ですよね。毎日コツコツと積み上げていくタイプ。トヨタは割と天才型だから。天才だと思いますね、ええ危ない危ない危ない。だから技の量そのものでは数ではやっぱトヨタ選手の方が手数が多い。綺麗な技はね、どっちかというと頭でできちゃうタイプじゃないですか。ええ、山田選手はもうがむしゃらでしょ。ああこういう風にミスを誘い込んだ方がいいかもしれない山田選手は。ああこれ山田はねバックドロップの連発ありますからね。ええ恐ろしいですよね。おお、ドラゴン危ない。大丈夫なのかな本当に。今のなんか特に脊髄ギクって技でしょ、もう恐ろしいですよね。結構もう試合中は分かんないで、分かんないで試合終わってから痛いとかそういうんじゃないですかね。あそうかもしれない。山田としてはねもう短期勝負でしょ。これジャパニーズオーシャン。ありとあらゆるスープレックスが、なんかトヨタ今日は持ってるスープレックス全部見せてくれるんじゃないかな。あ、ジャパニーズレッグロールですか。ええ危ない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 。どっちもどっちにも負けてほしくないですよね。危ない。あーすごい勢い。あ、手ぶらだ手ぶらだ。山田選手よく読んでますね。やらせるかってとこですね。やっぱりね場外のそういう水死なものはねやっぱり入水自殺するぐらいでもう危険ですから。ええ綺麗。危ない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 。恐ろしい。何よ、まあ、テーブルに足がかかったって感じじゃない。なんか機材が落ちてきちゃった、死んじゃいますよ本当。あでもね、うん、今日のトヨタ全て正確でしょう。今日はそう。危ない。これはもうスープレックスのオンパレードでいるしかないんじゃないですか。もうスープレックスでね。あこういうのもあったっけ。そういえばフロントスが、なんかいろんなの今ジャパニーズオーシャン今でしょ。じゃあその前はあのタイガースープレックスもあったね。ムーサルト、もうジャストミートじゃないですか今日は。これ決まるんですよ、だからもう山田選手は返すだけだからちょっとやそっとのことでホール取れないよね。よく見てますもんね相手を、ね。一心一体これはもうどちらも果たしてあげたいでしょ。スープレックスじゃなくてもいいから、バックドロップものでもあのフォールさえ取ればいいんだから。複雑なんですよ同じベビーフェイスの先輩2人が戦ってると、なんか
ねえ、どっちにも負けてほしくない。あ、これがバックドロップの連チャンね。 うわスピードがすごいもんね。このねスピードってのは他の選手に本当真似できないもんですよね。だトヨタ体柔らかいから、うん、ああもうフラフラですよトヨタ選手。そう、これはダメージありますね。高速バックドロップですか。これ以上何すりゃいいんだよって感じですよね。これからは我慢比べじゃないかな。もう技じゃなくてどっちが我慢したかっていう。裏に裏を書いてあるよ。今なんかもう全部技を読み切ってからでしょ。今でもお互い熟知してるからこういう攻防ができるんですよね。そうそうそう。これブレインキックですか。でもブレインキックも失敗したら命取りだしね。ああ決まりました決まりました。ロープ際で、あかなり遠かったもんね今なんか。山田さん、山田もねプランチャーできるんですよ。うわ顔面、頭が落ちんでしたね、今あの床の音がした。すごかったですね、うん、全日本女子はマットが引いてないんですよ。そう今あのゴツンっていう音がしたもん、だから本当にね、そういうトペとかプランチャー命がけですよね。命がけじゃないかな、恐ろしいことですよ。それでも立ってきちゃうしね。もう無限大じゃないですか、スタミナが。いろんなとこ痛いんでしょうね今、わかんないと思う。山田選手の形相がすごいですね。すごいですね、もう。おお。今のだって不完全だけど、もう勢いだけで投げちゃってる。無理やりだったんですよね、今。だって完全にコーナーに立ってない人も引っこ抜いたみたいなね。すごかったですね、今。やっぱり山田選手気迫では山田選手が一枚上かもしれない。あ、これがあったっけ。これでボムですよね。あ、返した返した返した。サイクロン、サイクロン。グリップ、あ、違う違う違う。いや、何が何だか分かんなかったけど。いや、とにかくね、もうお客さんもね、これもう一挙手一投足もう見逃せないですよ。サイクロン。これはこだわってますよね。今2回ブロックされたけれども、やっぱりジャパニーズオーシャンサイクロンですごいこだわってる。だから多分山田選手の場合はブレーンキックが決まった後も抑えられなかったってことは決め手を書いたってことでしょう。なんかねもっと長期戦になると思ったんですけどね、なんか意外にこう山田もやっぱりちょっと疲れあったんですかね。うん、やっぱり1試合やってるっていうのが一つと、最後の最後で山田選手よりもトヨタ選手の手数が技の数が一つ多かったってことでしょう。まあ、ただ2試合目っていうことをね、山田としてはそのせいにはしたくないと思うんですよ。気合入ってますね。いやすごい試合でしたよ。いやベストマッチじゃないですか。いやー恐ろしいというか、ただねこの後の儀式が、これはまたファンがねやっぱり、見たくないですね、精神的にね。19分だけどあっという間の19分というかね、息もつかせぬ攻防だったですし、はい、やっぱりトヨタもおそらく心中は自分で紙切りマッチを提案したものの、ね、自分が切ってもいいぐらいの覚悟でいたわけでしょ。それはもう髪の毛やろうって言ったから、それが山田が切るということになって今ね、まあ複雑だと思いますよかなり。山田俊夫選手の髪切りを行います。やめろコールが起こってますね。これやっぱ見たくないんじゃないですかね。山田も潔いですよ。潔いね。
やっぱりね、今までやってきた人はみんな髪切ってるから自分だけ逃げるわけいかないですから。いい根性してるね、本当に。やっぱりね、この髪切りが終わった後、また2人のね、新しい展開があると思うんですよ。だからそういう意味で、なんか大きなターニングポイントになるんじゃないかなと思うんですけども。あ、山田選手、自分で切っちゃうね。いや、いい根性してますよ。やっぱりトヨタとしてはハサミ入れられないじゃないですか。あ、相手もハサミ入れるんですか。やっぱりこれはね、入れるというのは儀式ですから、戦った相手が。山田がいいよって言って今頭出しましたね。いいんだよっていう感じで。髪に手かけたんじゃないですか。自分の髪の毛にハサミ入れてね。なんか本当はこのまま終わらせたいって感じですよね。最初のルール通り、山田敏夫選手、敗れました山田敏夫選手の髪切りを行います。やろうって言ったんだけども、やっぱり切れないですよ。そうですね、バーバーさんっていうんですか、はい、スタイリストって、ヘアスタイリストっていうんですか、あの人だってね、まあ、しょうもないですよね。丸坊主にしなくちゃいけないんですよね。あー、なるほど。まあ、でもね、山田潔いですよ。山田は本当にね、潔いっていうかね、どうぞって感じですからね。いい根性してますよね。もう山田はこれでね、もうなんか髪もなくなるし、これからまた一からって感じじゃないですか。またそういう紆余曲折っていうんですか、がとっても似合う選手なのね、レスラーとして、やっぱりこれまで首の、ね、怪我を克服して、怪我があったりとか、それが、ね、一つの一番最初のターニングポイント でまた髪切りっていうのがあって、これで、ね、負けたにせよ、なんかこれで大きく、ね、成長してくれれば、ね、なんかいいと思うんですけど、本当に骨の髄から山田選手ってレスラーだなって感じがしますね。いや、プロですよね。本当にプロフェッショナルって感じがしますね。ファンがみんな反対してますね。なんかファンとしてはもう嫌なんですよね。静まり返ってますけどね。でも早いでもこれは山田ね、何でも恥じることないですよ。いや、試合は試合ですし、まあルールはルールですから。なんかまた髪の毛が生え揃った頃ね、また新しい山田が出てくるというような気もしますしね。なんかね、これでまた2人の絆がなんかできたんじゃないですか、一つの。Thank you.
会長さんどうですか、儀式終わって、ええ、まあ、大里選手がご利用しました。宇都宮選手にコミッショナーより D 決勝の授与でございます。なんかこの IWA っていうね王座かかったんですけども、なんかもうファンのタイトルマッチというよりはね髪切りだけに注目してたという感じですよね。だからまあ3度目ですかこれで防衛が、なんかそういう防衛を超えるねなんか価値があったんじゃないですかね今日は。もう全然のタイトルマッチというよりはもう髪切りだけにねなんか髪切りだけがテーマだったりね。だから山田とトヨタがねこれファンにその髪切りの是非っていうのを問いかけたんじゃないですか。そうでしょうね。そして賞状を受けいたしまして富士テレビ放送よりトロフィーと目録が贈られます。なんかまたまた大きくなってくれるんじゃないかと思いますよこの2人は。そうですね、IWA のベルト、そして自らの髪をかけたこの敗者髪切りマッチ制しました豊田真奈美選手ですが、まあ、自分からこの髪とベルトをかけてという対戦になったわけですけれども、今終わってどうですか。今日山田の髪を切るっていうよりも自分自身に決着つけたかったんで、もう髪の毛もう今日負けたら絶対もう丸坊主になる自分のつもりだったし、もうとにかく自分自身に決着つけたかったんで、最後自分の髪を切りましたね。もう力としてもう五分と五分で、五分と五分っていうよりかもう山田の方にもう全部試合のペース持ってかれちゃってて、もう自分なんか勝つよりも絶対試合内容としては山田の方が絶対勝ったと思うんで、もうそういう意味でもやっぱり山田だけが坊主になったんじゃっていう気持ちがあったんで自分自身で髪切りました。でも自分たちの持てる力を全て出し切ったという感じの試合でしたね。しかし 3WA のまだタッグ2人で組んでるわけですからね、もうこれからずっと山田ともう自分たちが引退するまでもうずっといいペアでいいライバルでずっと行きたいと思います。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズミッドサマー台風 8.15 甲羅県大会いかがでしたか。小川さん、壮絶な髪切りマッチ、はい、一言をまとめてください。そうですね、やっぱりこの髪切りマッチという大きな舞台を経験してやっぱり山本トヨタがこれからやっぱり2人の新しい未来をね作っていく、なんかそういうターニングポイントっていうかきっかけになったと思うんですよ。なるほど。では高子選手、はい、今日は初めてゲスト解説ということで来ていただきましたけれども、はい、髪切りマッチ、はい、まあ、北斗山田組の対ブルアジャ組のですね、はい、タグトーナメント決勝というのがありましたが、はい、今日一言でまとめてるとすれば、一言でまとめ、まあね、自分の試合もありましたしね。そうですね、なんか髪切りマッチってやっぱり選手から見てもショッキングなもんですか。ショックですねやっぱり、はい、でもIWA の選手権だったんですよね。でトヨタ選手が防衛して今度は挑戦できるように頑張りたいと思います。自分でね、なるほど。というわけで、本日、8.15 ミッドサマー甲羅県大会の模様をお送りいたしました。ゲスト解説は井上貴子選手、そして解説は全日本女子プロレス企画広報部長のロッシー小川さん、皆様のお相手は私斉藤文彦でお送りいたしました。それでは皆さん次回の機会までさようなら。
よ。